それでは選手団で揃いましたので行きましょう。オープンクラスの第5ヒート、最終組ですね、第5ヒートスタートいたします。さあ一斉にスタートを切っていった。まずは1周目、川崎家には中田選手を筆頭に、浦部選手、小塩選手と続いていきます。そしてワン選手、リー選手、それぞれ現在1周をクリアしていった。レース開始からまもなく30秒経過です。トップは川崎家2番の中田選手。さあその中田選手は本年度日産ギャラリー大会オープンクラスウィナーで代表獲得、兵庫県尼崎市出身の選手。そして2番手は川崎家1番小塩選手。小塩選手は本年度北京ブロックで代表獲得、愛知県出身の選手です。3番手に5コース浦部選手、4番手にワン選手、5番手に3コースリー選手。ワン選手は台北出身、そしてリー選手もですね、リー選手は韓国ソウル出身ですね。さあ走行時間残り1分です。ワンフリッツーゴー、ポジション1カーナンバー2、ポジション2カーナンバー1、ポジション3カーナンバー5、ポジション4カーナンバー3、ポジション5カーナンバー4。走行時間残り45秒、40セカンド2ゴー。トップは川崎には中田選手、現在8周目を走行中。走行時間残り10秒、10セカンド2ゴー。中津選手、小塩選手は11周目に入った 0.2 秒差トップ争い。浦部選手も11周目、これ2分経過しました。これで先ゴールです。カーナンバー4フィニッシュ、2コース1コースゴール、レース続行中です。5コースゴール、カーナンバー3フィニッシュ、全車ゴールです。トップゴールは川崎家2番中田選手、ください。11周2分03秒770。さあいいタイム出ました。